さあ、ということで、まずは最初にですね、報告です。今日動画公開される、高校野球の登録者問題についてですけども、実はこれはですね、2019年に撮ったものでございましてですね、本当は2020年の、選抜に向けてですね、選抜の甲子園に向けて動画を公開しようと思ったんですけども、まあコロナ禍の状況で、選抜が中止になり、夏の甲子園もね、っていうところで、なかなかね、出す機会がなくてですね、今回2021年の、選抜高校野球、甲子園に向けてですね、出すことになってですね、1年数ヶ月の誤差があります。話してる内容の中身はですね、そんなに変わんないんですけども、ちょっと背景がですね、違いましてですね、若干今の状況、このコロナ禍の状況とちょっとうまくマッチングしないところがありますけども、それはですね、2019年に、あ、撮ったんだなと、思って、見ていただければなと、思います。それとですね、まあ大前提として、まあ甲子園にね、入るベンチ入りは、それはね、やっぱりその高校球児たちのために多ければね、多いほどいいっていうところは大前提ですけども、その中でどういうね、問題点がはらんでいるのかっていうところをね、動画として公開していきたいと思います。待ちに待って、やっと公開されるようになりました。佐々木と袴田さんの1年数ヶ月若い状況、髪型あると思いますけども、ぜひ楽しんでみてください。ということで動画、スタート！里崎チャンネル。こんにちは。私の両親がこの里崎チャンネルをすごい楽しみに見てくれてるんですよ。そうなんですか。はい。いや、浜田さんのお父さんお母さん、ありがとうございます。里崎です。ありがとうございます。なんか、あの実家の、最近ちょっと実家もリフォームちょっとしまして、テレビもちょっと大きめのやつに変えたんですよ。で、大きい画面で、あのテレビに通して見てくれてるらしいんですよ。大画面で。大画面で。はい、で、なんか最近よく言われることがあって、両親に、なんか、あんた、里崎さんと笑った顔が似てきたって言われて。似てますね。と思って。いやもう、電話してくるたびに、昨日の動画の笑い方がそっくりだったみたいな。似てくるんですか？喋り方も似てくるって言われるんですか？そうなんですか？犯されてんじゃないですか、僕に。いや、ちょっとなんか、これ、もうちょっと私、浸透した方がいいですね。なんすか、浸透した方って。いや、こう、入れ込まないぞ、みたいな。いいやん、もっと、俺を入れ込んでいった方がいいと思うよ。いやいや、そうですね。まあ、いい要素だけ取り込ませていただいて。いや、全部。全部。よく、いや、もうゴリゴリで行った方がいいとか言うじゃないですか。でもともと使わなかったのに、いやなんかもうこの間さゴリゴリに言われてさーとか言ってお母さんに言ったら、あんたゴリゴリってこれ里崎さんが映ってんじゃない。確かに確かにみたいな。ああ、もうああやばい。お父さんお母さんもう残念ですが、娘さんは里崎教に入信したみたいです。うわー。いや悪くないんですよ、悪くないんですけど。大丈夫、里崎教はね、はい、あの出入り自由だから。あ、そうですね。あの出てもいいんですよね。そうそう、あと掛け持ち OK。 いろんな人とも、はい、いろんな人のいいところを真似しているのの掛け持ち OK だから、はい、里崎教のいいところだけ取り入れるために入信させてくださいって OK ですよね。でも、取り入れたつもりが、はい、いいところばっかり取り入れてるとは限らないですからね。そうなんですね。え、そんなちょっと笑った顔似てます？なんかもう顔が似てきたみたいな。そんなことあります？それはちょっとよくね、あの褒められてるのかディスられてるのか分かんないですけど。いや笑った時になんかちょっと笑ってみてください。なんかこの辺にこうなんかこうなるらしいんですよ。じゃああれにしようか、もう何ですか、ドッキリ企画で、はい、袴田さんのお父さんとお母さん出そうか。あ、お家お自宅訪問行こうかみたいな、静岡に。何のドッキリするんですか。来ましたって言って、いやだからあの袴田さんに黙って行って、はい、あの袴田さんのことを聞きまくるっていう。でもあの私にあらかじめ言ったら断固拒否するんで、だから勝手に言って、勝手に言ってで、あの袴田さん の, あの自宅のお部屋を探検するっていう、はい、あ、もう私の部屋がないんで。リフォームしてなくなったんで。そうなんですか、はい、じゃあもうあの引き出しから出してもらいましょう、はい、袴田さんのあの幼少期の写真とか。アルバムはむちゃくちゃありますね。え、あのこれ言っときますけど、私もちっちゃい頃めっちゃ可愛かったですから。そうなんですか、はい、だってお姉さんのなんかにぶっさくの写真しか。え、ちょっと
お姉さんが出してるなんか何だっけ、ツイッター、インスタ、はい、なんか無責任でしょ、なんか出してなくて苦情言ってて、あれちょっと姉の悪意ですよ。私姉も言ってましたけど、3歳か4歳ぐらいまでもう超天使だったらしいんですよ、うん、エンジェルだったんです、うん、3歳か4歳まで、まあ 4、5歳ぐらいまで、うん、で6歳からデビルになったの。でもね、もうちょっとくんにゃくしてるとか写真載せたじゃないですか。もうあれちょっとあの可愛いじゃんって姉は言うんですけど、うん、でも本人からしてみたらちょっと悪意ありますよ。あれじゃやっぱり自分をよく見せようとする対比に、はい、使われてんじゃん。もっとエンジェルに写ってる写真いっぱいあるんですから、こんな人浮くばっかなんで。もう私のねツイッター見ていただけたら、うん、あの写真あるんで、ドスタイルのやつが写ってますから。学校。さあ今日は甲子園ネタというところで、はい、まあ、あの夏の甲子園の時から、はい、まあ、よくね高校野球で言えばその夏だとね熱中症対策とか、はい、球数制限とか、はい、いろんなところが題になってね、はい、あんなところでその一部の人からあの高校野球も、はい、その球数制限とかを苦労しないで回せるように、うん、あのプロと同じようにベンチの登録人数増やしたらいいんちゃうんかっていうね、はい、いう人がいるんですよ、はい、今は予選は、はい、予選は20人なんですよ、うん、ベンチ入りメンバーが、はい、で甲子園は18人なんですよ。あ、甲子園の方がちょっと減るんですね。2人減るんですよ、はい、それもかわいそうですけどね。はい、そうですね。2人予選からあぶれちゃうんだ。う、はい、逆だといいけどね。そうですね、 それだったら俺予選も18人でいいんちゃうかと思うんだけど。いや、そうですよね。もしくは甲子園も20人でいいんちゃうかとか、うん、もしくは予選18で甲子園20でもいいんちゃうかっていう。いや、私もそう思います。あの、なんかわいそうじゃない。かわいそう。予選めちゃめちゃ、うん、あの頑張ってたけど、まあ、出てないかもしれないですよ、うんうん、でもそっからあ甲子園ベンチ張れないかもっていうドキドキを誰かが味わうってことですね。2人だってでかいじゃんね。つらいっていうのがあって、うん、はい、だからそのプロと一緒 の、うん、はい、あの28人、うん、ベンチ入りをだいぶ増えますね、はい、高校野球でもそれにした方がいいんちゃうかっていう、はい、あのおバカさんがね世の中にはいるんですよ。これまたおバカさんなんですか。これもちょっとおバカさんだね。いや、でも、まあ、増えれば出場できる選手も増えるし、うん、ベンチに入らないってことはないじゃないですか。阪神が使ってるわけですから、まあ、セ・リーグ使ってるわけですから、うん、ベンチに座れないとかそういう問題とかじゃないの。いや、入れないかもよ。だってピッチャーはベンチにいないからね、プロは。あ、そっか、ブルペンにいるんだ。十何人はブルペンにいるわけよね、はい、そっか、甲子園はブルペン使ってないのか。甲子園、その甲子園、高校生の甲子園は、いや、外のブルペンだから。あ、中のブルペンじゃないから。あ、そっか、まあ、で、しかもね、はい、プロ野球は、はい、あの今9人登録なんですけど、はいはい、ベンチ入りは25人なんですよね。そうなんですね、うんうんうん、だからまあひょっとしたら25人にした方がいいんじゃないのかっていう声かもわかんないけどね、はい、まあ、増やした方がいいんじゃないかってことですね。だから25人にしてもピッチャーは10人ぐらいブルペンにいるんで、はい、ベンチには15人ぐらいしかいないわけですよ、うん、はいはい、そういうことか。そうそう、なるほど。でもこれはね、はい、ダメです。え、なんでですか。え、多ければいいと思いますか、やっぱり。まあ出られる選手も増えるし、その、まあ、先発投手の球数をもしかしたら減らすことができるかもしれないって意見ですよね。そうです。まあ、もうそう聞くとまあいいんじゃないって感じしますけど。じゃあここで何だか言いましょうか。はい、まあダメかっていうか、うん、その球数制限に関しては全く意味がないっていうね。あ、そうなんですか。はい、なんでですか。え、そんなレベルの高い人がその学校に25人もいるんですかって。ああ、そっか。結局ね、数入れたところで、うん、その甲子園でね、うん、投げさせられる能力がないやつが、うん、数入れたところでどうせ投げさせないんですよ、残念ながら。まあ確かにプロはね、うん、その能力がある人がいるから、はい、投げるチャンスが増えるわけですよね、まあ、ある人たちの寄せ集めがそうですからね。でもし日本代表行ったら、うん、全チームの、はい、もう格しか来てないわけですよね、はい、だから投げさせれるわけですよね、はい、高校野球のチームに、うん、まあ、私立も公立も、はい、ね、一つの学校100人以上の野球部員がいるところもあれば30人ぐらいしかいるところもあるし、はい、20人のところもある、うん、その時にね、はい、そんな20何人もね、うん、ベンチ入りしたところでね、はい、そんなね甲子園でね、はい、投げさせるほどの能力があるやつそんないますかっていう話ですよ。ま
まあ確かに、だから球数が先発の子が増えちゃったりするのも、もう出さぜいないからでしょ。そう、出さざるを得ないから。うん、そもそもね、今までみたいに18人でね、うん、甲子園18人でも3人ぐらいピッチャーいるわけですよ、はい、そもそもね、うん、それが5人に増えたところで、はい、その5番目のやつと2番目のやつは同じぐらい能力かっていう話です。うーん、まあ、ここってこう差がやっぱ出てくるじゃないですか。だから所詮数増やしたところで、はい、能力の高いやつを数増やさない限り、はい、数増やしても使う人は一緒です。あ、なるほど。いや、でもじゃあどうせ出ないんだったら、うん、ベンチ入ってた方が嬉しくないですか。そう思うでしょ。はい、だってもう上で見てるか、うん、ベンチで見るんだったらもう上にいたらもう絶対出られないじゃないですか、うん、まあ、出られないのは分かってますけど、ベンチに入れた方がこうやっぱり臨場感、仲間と一緒にこうできて嬉しいじゃないですか。チャギーン、各チームの負担が増えますよ。え、ベンチ入るとなんで増えるんですか。だってまずね、はい、ユニフォーム、うん、備品ともに、はい、そういう人たちのも全部揃えなきゃいけないわけですよね、ベンチ入りメンバーのね、はいはい、あとは、うん、メンバー外、もうスタンドで応援してる選手っていうのは、はい、まあ練習手伝ってる人もいるんですけど、はい、学校から来てる人いますね。で、帰る人もいますね、はい、宿泊しない人がいるわけですよね。ああ、そうなの。で、宿泊費も増えますよね、はい、じゃあベンチ入りメンバーしかもしかしたらそのもう宿泊とかしない可能性があ るし、プラスベンチメンバープラス練習手伝いの人しか宿泊しない可能性もあるんですね。へ、はい、そうなんだ。だって100人来て100人全員宿泊しないですか。はい、あ、野球部員100人いますって言ったら100人宿泊しないのか。しないでしょ。そら、まずホテルないしね、そんな。そうですね各私立の野球部が100人ずつ来ても困っちゃいます、ね、それはもうね、バス10台ぐらい繋がってまた行ったり来たり行ったり来たりするわけじゃないですか。はい、それが止まらなきゃいけない人が増えるわけですね、はい、そうなると各学校負担が増えますよね。あ、なるほど、ね、はい。で、あの20仮に5人登録ってなると、はい、25人いないところもありますよね。ああ、部員が。そうですね。で、そうなってきた時に、うん、ちょっと不公平感出ますよね。そうですね、うん、え、25人いなくても出られるっちゃ出られるんですよね。だって今別 に、ね、予選で20人ですから。あ、そっか。はい、まあ、要は10人でも出れますから、はい、試合が行えればね、試合ができればいいんですね。そう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 、そっか、またお金が出てくるのかじゃあ今のその登録人数がの限られてる、その決められてる人数ってお金とかそういったところも含めて決められてるってことなんですね。まあ、そこまではそう、お金の面とかそこまで考えてないとは思いますけど、はい、昔多分ね15人だったんですよ。え、そんな少なかったんですか。多分の時あったと思うんですよ。今でも増えてると思いますよ。15人だったらもうだって9人、あ、まあ、ピッチャー入れるから9人でいいのか、うん、ってことは、まあ、予備メンバーが6人、うん、まあ十分か。だって昔なんて人変わんないからね。そっか、クワサずっとらいてたから。あ、ピッチャーもそんないらないんだ。甲子園20勝だからすごいですね怪我しない限り、ね、20勝、はい、池田高校、水野さんずっと投げてたから。お、川上健志さんずっと投げてたから。まあ、そういう、まあ、でも全員一流になってるけどね、ずっと投げてても、はい、まあ、これが痛かっただけだけどだからまあずっと投げ続けてても一流になれますよっていう、うん、だからね、そのメンバー、ベンチメンバーを増やしたところで、はい、選手の使い方、うん、変わんないですから。だから球数制限、うん、人数増やしたところで、はい、そのピッチャー系統とかしないですから、うん、まあ、出さざるを得ないから出してるってことですもんね。そう、うん、しかもその能力高い人がいればいいですけど、はい、そんな格好そんなないでしょ、うん、そもそもそうですね、そんな1チームピッチャー5人も6人もいいピッチャーが揃ってる学校そんなないでしょ。そうですね、結局、うん、しかもトーナメントの一発勝負でしょ、はい、投げれないでしょ、はい、社会人野球の都市対抗を見ても投げてるやつ変わんないですから、はい、登録人数いっぱいだっても、うん、そうですね、うん、トーナメントでしょ、無理でしょ、はい、ね、はい、もうなんかやだな、こうやってすぐこうなんかひっくり返される感じだからダメ、無理なんですよ。はい、それな、うん、その登録人数、別にね、増やすのは増やすのでいいですよ、はい、ベンチに入れる人が多くなった方が幸せじゃないですか、はい、選手もね、いや、そうです、甲子園スタンドで見るより、はい、でもその増やすことで、ピッチャーの系統とか、うん、球数が問題解消されるっていうのは、うん、大間違いっていうのだけは分かってほしいですね、うんうん、そうですね、うん、まあ、もちろん選手の気持ち的な面でメリットはあっても、うん、
そこまでその戦術がだから球数制限で疲れさせないとか、うん、そういうのは全く影響はない。影響はない、うん、だからまあ増えたらね喜ぶ選手のね、はい、親御さんとかも多いと思いますけど、うん、だからそういう面では増やしてあげてもねいいかなっていうね、20人から18人減らさなくてもいいかなとは思いますけど、うん、そういう戦術的なことではほぼ影響ないですよ、うん、なるほどな。なんかこうやって佐々木京にね陥っていくんでしょうね。そうですね、お父さんお母さん今日もどっぷりハマってますよ。はい。